おはようございます。おはようございます。もうお昼ですね。どうしても今食べたいものがありまして、今日はそれをお家で作ってしまいました。見てください。てん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 てれー。うわー、幸せだな。はい、幸せな空間が今ここに、あのスシローにある、あの生ハム寿司、わかりますか？私あれがもう大好きで、この生ハム寿司をね、食べたくてね、家でやってみようと思って作ってみました。お寿司を作っていきたいと思います。チャボ。ではちゃんと洗ってあります。いきます。最初はね、何も見ないで自分の勘でやってみます。これぐらいかな。やばい、手につく。こうって言ってた、2本の指。こんな感じですかね。これに、生ハム。あ、ぽい。めっちゃぽい。ここで、こいつですよ。大量にあるね、玉ねぎをドーンと乗せて、まあ、よんないです。あ、全然出てこないんだけど。蓋が開いてませんでしたね。ファ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 。あ、かけすぎた。はい、完成。こちら生ハムロール、イエーイ。いただきます。やばい、夢にまで見た生ハムロール。いただきます。うん、あ、でも美味しい。何マヨネーズ使ってんだろう。なんかマヨネーズやっぱ違う。マヨネーズやっぱ違うな。あとご飯がちょっと柔らかいな。うん、いいかもしれないです。2貫目。乗せて、次アボカドを乗せようと思うが、ちょっとでかく切りすぎたな。はい。OK。玉ねぎ。ああ、そうそうそう。こんな感じ、こんな感じ。はい、次。次は、生ハムアボカドロール。見た目、全然わかんねえな。よくわからんぞ。はい、こんな感じ。いただきやす。うん。合う。はい、ごちそうさまでした。いやはや美味しかった。でもやっぱね、プロは、うん、さすが。今回の失敗点はご飯かもしれません。チンするご飯を使ったんですね。多分それが良くなかったのかな。ちょっとご飯がネチョネチョしていてちょっとそれが敗因かなと思いますね。はい、こんな感じでした。また見てください。じゃあな。